ます。今こちらにも刺してて、あっちにもあるんですけれども、朝方刺したものは乾いてくると美味しくなくなるようで食べなくなっちゃうんですね。ということで1日に、日中の間に2回新しい葉っぱを持ってくる時間を作っています。午前中に1回と午後はこの時間に新しい葉っぱを持ってきてます。でその時に、大好きな、ね、リンゴをおやつとしてあげています。レッサーパンダは物を食べる時の姿に特徴があるんですね。ではもう1回あげてみます。はい、あげると受け取るのは口なんですが、その後前足で掴んで食べていますね。私たちでいう手を使うことができるっていうのがレッサーパンダの特徴になります。もうちょっとありますのでね、上にもリンゴを置きたいと思います。展示場とても丈夫に作ってくれましたので、こういうふうに人も登れるようになりました。はい、木の枝にも来ますので探してください。はい、それではこれで、お食事タイムのお話終わりにさせていただきます。あと